これやな、枝根の歩兵連隊ですね、依頼主。まあちょっとあいつらに会えるのかなって思うとちょっとワクワクするんですけども、こちらのクエストやっていきます。はい、穴あき岬ってどこ、とりあえずあれか、銃のエリア外だよな。どこ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 、結構遠いのかな。あ、ここな、遠いやんけ。とりあえずここファストトラベルやな。よいしょ。で、ここね。じゃあ、もう一回言いましょうか。あ、いたわ。隊長？あ！隊長ですよね。お前ら！第七歩兵連隊。第七歩兵連隊。お久しぶりです、隊長。応援に来てくださったんですか？ああ、まあな。状況は？は！凶暴なモンスターをこの先のエリアへ追い詰めたところです。ですが、相手が思いのほか手強く、援軍の到着を待っていたのですが、まさか隊長が来てくださるとは。今はおとなしくしていますが、いつまた暴れ出すか分かりません。早速討伐へ向かいましょう。お手伝いする？それに決まってんだろ、可愛い部下はダメだ。こちらです隊長。これちなみにあのエアリスのクエストですね。ちょっと見逃してたわ。ちょっとよかった。もうエアリスのクエストさ、ストーリー中やり尽くしたって思ってたから、まだちょっと残っててよかったですね。あれ、あの人おるやん。お久しぶりです。貴様は指揮官。あ、強そう。お前たちは下がっていろ。はっ。え、オーディンの足やったしね、こいつ。じゃあ戦いましょう。連携しよう。あ、ちょっと待って。あ、せっかくだから。やってやる。ヘルハーレ。ちょっと待って。見破るしたいな。やった。おい。備えだ。ヘルハーレ、これバージョン2でいいのかな。シェルの科学部門によって生み出された人造生物、人型と、獣型の実験体を融合した狂気の産物。回転モコールの研究施設に隔離されていたが逃げ出してしまう。そっちは任せる。そうなんだ。あとはもうユフィちゃんね。ユフィちゃん。嗅覚ならば応援な。頭じゃなくて尻尾か。ああ、尻尾切りした。我々は状況報告のため一度ジュノンに戻らねばならん。はい、必ず仕留める。はい、さもなくば私が手を下すまでもなく、貴様は奴の餌だ。報告が終わり次第我々も合流します。ご分を。チョコボの嗅覚でって言ってたから、そうだよね。チョコボ呼んで、
はい、匂い嗅いでください。ガガガガガガガ、お、あっちや。そのだいぶ遠くに行きます。え、でででこのチョコも泳げたっけ？泳げるわ。いけます。あ、いたわ。これね、魔法を摂取して、あ、回復してる。なんてやつ。上登ってったんですけど、え、お前らか今度は相手。狙う。どうだ。あ、ちょっとなんかあんま見ない敵だねこれ。見破りたい。ストーミラフォンアドゥ。調子に乗っ、見破ったっけ。え、フォーミュラの希少値を飛行能力を極めた個体、上空から強襲するだけでなく低空でも速度を落とすことなく自在に飛ぶことができる。もう一匹。フォーミュラ備えだ。別な、フォーミュラの化粧者飛行能力を極めた個体。はい、同じようなもんか。あとは雪に忍びの極意をご覧あれ。反則だ。なめんな。どうだ。よっ、引っかき回すよ。はっ、よっ、はっ、マジよっ、もうこっちのもん。ダチャン様、力を抜く。こんにゃろ、消えろ。はっ、ビシッとね。なめんな。はっ、ケチャンケチャン。よし、オッケー。どこ行ったのあいつ。またチョコ。近く、え、近くに何もないって出たけど、あ、ここで匂い嗅げってことか。なんか上の方行ったよねあいつ。あいつは傷つけたとこだね。上、あ、いたー、いたいた。よし、そっちは任せる。お手本見せてあげる。強化されたりとかしないか。それ、そこだ。こんにゃら。よし、勝てた。無事討伐に成功したようだな。レベル60になったクラウド。協力感謝する。はっ。は、何か聞きたいようだな。いいだろう、質問してみろ。何でもいいんですか。あ、ダイヤの歩兵連隊の状況について、あ、聞きたいです。なぜまだジュノンに。第七歩兵連隊の所属はミッドガルのはずだ。本来ならば答える義理はないが、協力の例だ。パレード以来帰っていない。上の命令だ。他に質問は、
モンスターについて。先のモンスターは科学部門と兵器開発部門。隔離されてたけど逃げ出したって。人工モンスター。書いてたね。海底の施設で管理していたのだが、一昨日施設の事故に紛れて逃げ出してしまった。わお。事故に関しては現在調査中だが、反死んだ連絡会が関与している疑いがある。連絡会のことは知っているな。いや、知らない。うん、え、じゃあ聞いてみる。半信頼連絡会、なんかウータイとか兼ねてる。散らばる半信頼の連中が密かに繋がっていたようだ。アボランチ。信頼打倒の目的こそ共通しているのだろうが、目指す理想や活動方針はバラバラだろう。市民の被害などお構いなしの危険分子も少なからず存在するようだ。モンスターの脱走も連中の仕業に違いない。それが事実なら、ベヒーモスの下敷きにしてやる。いや、今回ベヒーモス出てなくね？出てきた？どっかに出てくるのかな？任務について。我々の任務は、逃走したモンスターの討伐と市民の安全の確保です。首尾よくモンスターを見つけて、規制線内に追い込んだまでは良かったのですが、何しろ強くて。隊長と別れた後、我々は急ぎジノンに戻り、改めて応援を要請しました。しかし人手が足りないとのことで、なかなか対応してもらえなかったのです。嫌がらせですよ、きっと。俺たちは反神羅の連中とつながりがあるって、そんな噂が流れてるんです。じゃあこれぐらいか。一時はどうなることかと思ったが、貴様らのおかげで事態を収拾することができた。改めて礼を言う。それにしても私の部下が魔法の目を持っていたとはな。あ、連れもなかなか面白いメンツのようだ。大事件の容疑者たち、ウータイもう全部見破られてんな。逃げ出した実験動物と古代種。古代種。我々はこれから社に祈祷する。戦果など全て我が隊の功績として報告するが、異論はなかろうな。見逃してくれるの？気が変わらぬうちに立ち去るがいい。あまとめてドラゴンの背にくくりつけるぞ。やっぱ愛着持っちゃうよな。いずれまた会うこともあるだろう。はい。その時には覚悟しろ。3作目にも出てきてくんないですかね、第7歩兵分隊。あ、エアリスのスキルブック。感謝と敬意を込めて敬礼。やっぱ好きだこいつら。巻き込んで悪かったな。ありがとうございました。よし。あ、今度コリルなの？あ、行くか。まだ終わってないみたいだな。ちょっと待って、これが多分ね最後のクエストっぽいんだけど、いや鬼畜なんだけど、これ依頼の内容を見たんだけどさ、遊び人からの挑戦状、合同捜査の新たなヒーロー、究極の遊び人の最高スコアに挑戦しよう。いやーこれちょっとどうしようかな。話だけ聞く。なんかね、あらゆるミニゲームをね、やなんかやんないといけないっぽいんだよね。もう割とでもミニゲームお腹いっぱいなんだよな。なんかクイーンズブラッドとかさ、ああいうのはいいんだけどさ、あれがあんねん。あれがなんだっけな、あのバイクのやつとかあるのよ。苦手なんだよな。あと、とりあえず、見るだけ見るわ、クエスト。もしかしたらこれちょパスするかもしんない。割とお腹いっぱいっすわ、もう。ミニゲームがね、なんか、慣れればいいんだけど、慣れるまでがすごい大変な人だから、私。何でもかんでもさ、なんかゲーム上手い人、ほんと羨ましいよ。え、どこですか？ここですか？間、神羅課長ですね。ですか？あんたは神羅の？イエーイ！ああ、ちょっとハイタッチ。お前成長したな、クラウド。はい、その通り。長年会社に身を捧げていた一会社員が
本物の遊びに目覚めだってところです。コスタの始末書を提出した後、何もかもが嫌になった私は休暇を取ってこの楽園へたどり着いたんです。はあ。これまでの鬱憤を晴らすべく遊び回っていたら、ゴールドソーサー中のアトラクションで最高スコアを叩き出してしまいましてね、今では究極の遊び人なんて呼ばれてます。いやいや、お恥ずかしい。ああそうそう、ちょうど究極の遊び人からの挑戦状というイベントが始まるんですよ。私が各アトラクションで記録したスコアに皆さんで挑んでもらうんです。このダンスはイベントの宣伝も兼ねてましてね。おう、おう。よかったら参加してみてください。これが、ね、最後のクエストですね。あの全部クエストを挑戦クリアしたら出るので、これ。飛んでったんですけど、見習い遊びになんだおりゃ。クエクエ。あ、マッスルコロシアム、チョコボレース、G枠、もう全部でしょ、全部全部。でもこの中だとすぐにできそうなのチョコボレースかな。もしかしたらやんないかもしんない、これ。ちょ、裏でやってこれたらいいけどって感じ。ごめん、ちょっとパスしたら、最後だからね、クリアしたいところなんだけど、もういいやって感じだからな。とりあえずギルガメッシュにちょっと近づきたいので、そろそろ。実はもしかしたらあのミドルオーシャンやってるかもしれないな。ちょっと待って、全部ですよ。ワンダースクエア、バトルスクエア。あ、バトルスクエアは割とすぐにできるかな。ちょっと裏でもしかしたらやってくるかもしれない、他のやつ。到着か。よし。あ、ここならまだ。これだけやるか。バトルスクエアだと絶対回復して。夜な夜なちょっと裏でやってこようかな。よし。なんかハンデとかあるのかな。あ、こんにちは。早速私が企画したバトルコースに挑戦してもらいましょうか。遊び人からの挑戦状。任意の3人組で挑戦するトリオバトルコースです。このイベントのために新羅課長が徹夜で企画した渾身のエンターテインメントバトルに挑戦し勝利しましょう。バトル5回だって。まあいつもいつ面でいけますけどね。あ、サボテンダーじゃん。あ、サボテンダーのクエスト思い出すね。お手本見せたね。さあ、これが1戦目か。結構あれやな、最初からサボテンだってヘビーでもったな。さあ、2戦目はトンベリとか出てきそう。あ、トンベリ集団じゃん、気をつけろ。落ち着いていけ。いざ飛んでけ。そう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 、楽勝じゃん。もう遠距離から攻撃するのがね、いいね。待って、なんか下がっていろ。連携しよう。準備万端。食べてくんな、私に。くんな、くんな。そんなもんだ。よし。トンベリ突破。なんか可愛いモンスターたちがどんどん出てからね。サボテンだ、トンベリと来て次は。あ、可愛くなかったわ次。誰こいつ。連携しよう。ズーニクス。まあこいつ。白いズーじゃん。待って。それ。この野郎。
協力してこ。ここからだ。見破りたいなこれ。見破って。ブーニック、ほら。可燃性の体液を分泌する鳥型モンスターも巻き起こした風に体液を散布し、鋭い爪で火の粉を起こすことで炎の竜巻を発生する。へえ。そんなもん。面白いやつ。スカイリオン使ったらダメなんだね。なんとかなった。このバトル、まあなんとかなりましたよ。お疲れ様でした。やった、ゴールドポイント300。うまー。第一関門クリア、おめでとう。いや、どれもレベル高いな。遊び人としての一歩目を踏み出したわけです。はあ、その調子でゴールド操作を遊び尽くし、究極の遊び人を目指してください。よし、じゃあちょっと今回は駆け出し遊び人になった、ここまでにしておこうかなと思います。はい、まあ次回このクエストやってるか、もしくはあのミドルオーシャンのねやつやってるか、どっちかわかんないですけれど、まあね、また続きますんで、はい、お疲れ様でした。